ジャン・ラシーヌ・ジャン・バティスト・ラシーヌは17世紀フランスの劇作家でフランス古典主義を代表する悲劇作家である。シャンパーニュ地方のラフェル・テミロンに生まれる。幼少時に両親を亡くしジャンセニスムの影響下にあるポール・ロアイアル修道院の付属学校で厳格なカトリック教育を受ける。ラシーヌはこの学校で古典文学に対する教養とジャンセニスムの世界観を身につけた。 このことは、後のラシーヌの作品に深い影響を及ぼす。名門高校レージュダルクールに進学することで、パリ生活を初めて経験し、文学へ傾斜し始める。18歳の時に、ルイ14世の結婚を祝し,したオードを書き、図らずも報奨を受けたのがきっかけで試作に、専念するようになった。1667年に、悲劇、アンドロマックのために、 格別の工具を得て、レピネの小修道院長の肩書きを与えられる。1677年、悲劇、フェードル上演にあたって、ゲゴネーザと抗争したことをきっかけとして劇作からは、離れ、国王の修士官としての職務に励むようになる。1692年から4年間は国王に、同行して、戦場をめぐり、ベルサイユ宮殿やフォンテーヌブローに実質を与えられ、 貴族を差し置いて王に面会を許されるというくらい、寵愛をされていた。その悲劇作品のほとんどは、三一地の法則を厳格に守り、主に、ギリシア神話、古代ローマの史実に題材を取る。旧約聖書に題材を取るものを、ラシーヌは悲劇とせず、悲劇と呼んだ。ラシーヌは、金星の取れた人物描写と劇的な筋の構成を、アレクサンドラン死行と呼ばれる。 イアンボス六死客の男性で華麗な演文に綴った。後期の聖書を題材とする作品を除けば、ラシーヌの劇は、二人の若い恋人を中心とするものが、多い。二人は愛し合っているが、女性が、王など、好意の男性に望まれる、あるいは二人が敵対し合う家系にいるなどして、恋愛は成就しない。この葛藤が、ラシーヌの悲劇の中心となる。これに、 第三者の嫉妬、政治闘争などが加わり筋が複雑になり、最終的に二人の恋は成就せず、主人公の死をもって幕が下りる。またラシーヌは、自身の作品を印刷に不死観光する際、必ず書き下ろしの序文をつける習慣があった。このため、ラシーヌの作品は、単に悲劇としての価値のみならず、演劇論としての価値をも持つ。ラシーヌの試論の中では、 オスマン帝国の行為継承争いを題材にするバジャゼにつけた序文での悲劇の題材は観客から適切な隔たりを持つものでなければならない。この隔たりは神話や古い歴史のような時間的な隔たりだけでなく、時間的にはあまり遠くないが我々の風俗に馴染みのない距離的な隔たりであっても良いとするものなどが知られる。 ラシーヌの代表作として今日もなお上演されるものには、アンドロマック、ベレニス、フェードルなどがある。なお、彼の肖像はかつて、フランスの50フランェ兵に描かれていた。括弧内は順に、現代、形式、初演年を示す。J. ラシーヌ、ポールイコールロワイアル役史神美者、1989年、P174。ボルテール、ルイ14世の世紀岩波文庫。 1982年 P76P チャンピオン我が懐かしき町図書出版社1992年 P209 ありがとうございます。